高専の情報学科あるある行っていきたいんですけど、徳山高専情報電子工学科卒、まあ、高専に関する、ね、学習塾経営している僕が独断と偏見で皆さんにお話ししていこうと思います。まず一つ目、こちらです。簿記とかパソコン事務処理とかホームページ作成の勉強する学科だと勘違いしてしまう人が見受けられるかなというふうに思います。 これ情報学科あるあるですね。例えるならば、アマゾンで、これめっちゃ良さそうだなって思った商品、買って届いたら、めっちゃしょぼかった。みたいな勘違いえ。そのぐらいの勘違いのレベルですね。例えば、僕がね、マッサージ、サービスのメニューを見たときに、めっちゃ綺麗なお姉さん印刷されてるじゃん。ちょっと30分だけ頼もうかなってね。あの高生4年生ぐらいのときに、インターン先のホテルで頼んだら、めっちゃベテランのね、70歳ぐらいのおばあちゃんが来た。ぐらいの勘違い。中身が全然違うじゃん。みたいなイメージ。まあ、要するに、こんな、ボ器とか、 エクセルの事務作業とか、ホームページの作成みたいな。こういったことは高専の情報学科で勉強しないんですよね。どっちかっていうと、この表面上のフロントエンドのプログラミングっていうよりかは、ユーザーが見えないサーバーでね、データ処理するサーバーサイドのプログラムを勉強したりします。他にもこういうね、理論系とか。 こういうザ・お勉強みたいな情報に関するね、まあ、ちょっと退屈そうな理論系の勉強、座学がほとんどだっていう風に知っておいた方がいいですよね。まあ、これあるあるかなという風に思います。意外とこっちの左側は全然勉強しないです。まあ、必要だったら自分で勉強してって感じですね。どっちかっていうと右より左の方が勉強しやすいっていうのもあります。それでは二つ目。二つ目がですねえ、情報学科の学生、SNS の割合で、まあ、インスタよりかは Twitter とか X の割合が高いかなって思いますね。まあ、インスタグラムって、 明るいイメージあるじゃないですか。見て私の綺麗な部分これこれこれみたいな。いや、こんな、いいことありました。こんなた、こんな楽しい生活してます。えー、こんなきらびやかなイベントありました。っていうのを見すびらかしたり、日記つけたりするのが、インスタグラムじゃないですか。これね、ちょっと情報系の学生からしたらね、眩しすぎるんですね。いやもう、どれくらい避けてるかっていうと、モグラとかね、コウモリレベルで、その眩しさを避けてるかなというふうに思います。僕もね、情報学科だったので、 一応、谷にさんね、陽キャに見えますとか、陰キャじゃないでしょって言われるんですけど、根は情報学生なんですよ。根っこの部分はちゃんと陰キャな部分あるんで、いや僕はどっちかっていうと、インスタグラムよりかは、ツイッターとか、X 派ですねあ。よくあるのがね、もう、情報学生あるある他にも、これはあえて今回載せなかったんですけど、人格が乖離してますね。そういった人が多いです。リアルの人格、性格と、ネットでの発言とか、こういう人格っていうのが、結構違う人が多いですね。いや、これあんま良くないんですね。どっちかにしろって、よく言われますね。 ああ、もう、どれぐらい違うかっていうとね、ほんと水と油とか、違いますね。アンパンマンで言うと、ロールパンダちゃんみたいな。なんか、ロールパンダちゃんって優しい時とひどい時って2種類あるじゃないですか。あれぐらい違いますね。<laughs> まあ情報学生の皆さんは注意してくださいっていうふうに思います。まあ、インスタグラムバンバンやってる、特に男子の情報学科の学生、少ないと思いますね。以上です。3つ目。0から数えることが増える。これ情報学科とか、プログラミング勉強する学科あるあるかなと思います。例えば、プログラミングの配列ってね、0から数えるんですね。0から数えた方が、コンピューター パソコンにとって都合がいいんですね。見てください。これも繰り返し処理とかもね、ゼロから始まってるじゃないですか。だからゼロから数えること増えるんですね。だから、123っていうかああ、0123の機会が増えます。で、これね、昔話なんですけど、情報に関してすごく専門性がある先輩で勉強もできて、プログラミングめっちゃ、課外とか、学校以外ですごい取り組んでる。憧、ま、れのね。 そう、能力が高い先輩がいたんですね。その先輩、プログラミングとか、情報の勉強しすぎて、もうね、実際物を数えるときも、じゃあ先輩、ロッカーの数数えておいてください。その時ね、その先輩ね、ゼロから数え始めたんですね。ああ、ごめんごめん、なんかプログラムの配列に見えたわ、っつって、ゼロから数え始めたんですけど、ちょっとね、やばい昔話でした。4つ目のあるあるが、超音をつけない。伸ばし棒ですね。これね、あるあるですね。まあ、てか、あるあるというか決まりなんですね。業界というか、学ぶ分野において、こういうことにしましょうって決められてるんです。どういうことかっていうと、コンピューター、コンパイラー、サーバー、コンデンサー、メモリー、じゃなく でこの伸ばさないコンピュータ、ーコンパイラサーバコンデンサメモリ。これ、理由は分かりますよね。よく出てくる用語なので、いちいちこの伸ばし棒をつけてたら、無駄 上長なので、業界というか、この学問の中では、この伸ばし棒、超音はつけないようにしましょう。というふうに言われています。まあこれね、まあ、つけてない人とかね、これ話すときに、あ、伸ばし棒つけてないなとか、伸ばしてないなって思ったら、あ、その人情報学科、情報関係の人間なのかなって予測してみてください。<laughs> じゃあ次行きましょう。5つ目。手書きでプログラミングコード練習させられる。これね、あるあるなんですね。いや、これね、いい面もあって、こういうふうに、この左の画像みたいに、まあ、一旦ちょっと写して、どこがどういう働き、どういう機能を持っているのかってノートに板書することはいいと思うんですけど、もう基礎さえ抑え たらしなくてい,いと思うんですよもうこうやってねパソコンを使ってどんどん打ち込んで出力したり実行したりそれで勉強すれば早いと思うんですけど先生によっては特に年配の先生が多いですねこういうノートとかにもうひたすら手書きでプログラミングさせてプログラミングコードを書かせて添削したり提出させたりするんですねいやこれ原始人もびっくりですよ <laughs> マンモス買ってる原始人もびっくりなね勉強方法ですこれはですねあんまり意味ないですよね基本さえを身につけたらもう実際に打って で、実行ボタンを押したらすぐ、出力が返ってくるわけだから、そっちの方が勉強効率いいですよね。他にもフローチャート。基本は大事ですけど、もうずーっとフローチャートノートに書かせたりする授業とか先生いらっしゃるので、これあんまり良くないなと。で、年配の先生が担当だった場合、あるあるですね。いや、これ、いっぱいね、意見がありますね。まあ、これね、ほんと、ツイッターにね、嘘筋トレボットっていうアカウントがあるんですけど、全然ね、効果がない筋トレをあえてね、動画で投稿してね、受けを狙ってるアカウントですけど、まあ、嘘筋トレボットぐらい意味ないですね。手書きプログラミング。<laughs> 実際パソコンに打ち込みましょう。そして実行しましょう。次、えー、6つ目です。これね プログラミングの覚醒タイミング人それぞれっていう話。プログラミングってコツ掴むの難しいんですよ。で、できるようになるタイミングって結構人それぞれなんですねで。具体的に言うと、例えば、あ、セミコロンよく書き忘れるなとか、あ、繰り返しの中に繰り返しがあるってこういうことかとか、あ、プログラミングってゼロから考えるっていうよりかは、動くものからコピペとか、そういう動くものを参考にして、都合よく自分に、自分のために書き換えていくっていう、あ、そっから始めれば勉強しやすいなとか、あ、この機能って こういう風にコードで書けば実現できるよねっていう要所要所にコツがあるんですよ。で、これを掴めるかどうかって結構人それぞれだったりするんですね。なので、例えばどれくらいバラバラかっていうと、 もう、最初全然プログラミングできなかったんだけど、高専3年生でやっとコツつかめましたとか、もう高専卒業するぐらいにやっとコツつかめましたとか、そういった人がね、いるくらいです。まあアニメで言うとね、序盤でめちゃくちゃ弱いキャラだったのに、もう終盤でめちゃくちゃ覚醒して <laughs>、活躍し始めましたみたいな、そんなことが起こるってことですね。じゃあ次行きましょう。7つ目。こちら最後でございます。えー、基本情報技術者試験という、情報学生なら取っておきたいよねっていう国家試験があるんですよ。で、それで、ね、高専によっては、 まあ5年生までには、そう、卒業するまでには、この資格取りたいよねっていうふうにアナウンスがあるんですねで。よく受けます。大学生でもね、あの、受ける人多いです。ですが、この基本情報技術者試験、まあ、ちょっと、ハードなんですよ。準備とか勉強が。なので、この絵の通り、準備が間に合わなかったり、朝起きれなくて、会場到達試験さえ、 不合格になっちゃう学生がたくさんいるんですね。これがあるあるです。そもそも会場にたどり着けないです。僕もね、2回か3回ぐらいもうすっぽかしましたね。受験料払ってるわけですよ。受験料払ってるからもったいないわけ。だから、もうこれまで数多くの学生がね、この基本情報技術者試験の当日に、ああもう準備できてないし、あとやる気もないからもう今日はいいや。また半年後。 試験があるから、それ受けようってことでね、あの、数多くの、これまで本当に多くの受験者がね、多分当日すっぽかしてきたんだと思います。もうその受験料の金額を考えたらね、もうとてつもない金額になってると思います。どれぐらいの金額かっていうとね、震災があった時、芸能人とか資産家が、1000万円、2000万円、のまとまった金額募金するじゃないですか。も、ま、う、あ、あれぐらいのお金になってると思いますね。<laughs> そのぐらいのレベル。だって実際試験会場行ったらこんな感じなんですよ、本当に。席がめっちゃ空いてる。それぐらい、まあ、ちょっと、 当日ね、受験しに行こうかなって思うぐらい仕上げるのがちょっと難しいんですね、まあ。合格率もね、2、3割で簡単ではない試験です。僕もね、3年生とか4年生ぐらいの時にやっと取れました。はい。ということで、情報学科あるあるでした。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、6つ目、そして最後、紹介させていただきました。まあ、これね、あるあると思うんですよね。どうですかね共感できますかねということで、4月、5月、6月とこれから動画をアップロードし続けていく予定なんですけど、今年度高専受験する皆さん、ご家庭、まあご本人に向けて教材とか、有益情報とか、まあ、有料サービス、教材、 どん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 販売していく予定です。今後もね、このチャンネルの動画をチェックし続けていただけるととても嬉しいです。ということで、今回は、高専の情報がかーあるということで、やらせていただきました。あなたの選択肢にを、高専を 最後に広告挟ませてください。教科書ガイドですね。えー、大日本図書の高専の数学の逆回しかない使いにくい教科書の解説書です。これね、もう年間500、600部ペースで売れていて、テスト対策、普段の勉強をかなり効率化してくれているようです。めちゃくちゃね、感謝のお便りいただいています。これかなり勉強をどって成績もめちゃくちゃアップするので、ぜひともこちらチェックのほどよろしくお願いします。新入生の方は、4月5月、高専の数学の授業をちょっと受けてみて、これ必要かなどうかなっていうのをちょっと、あの、してから購入してみるのもいいかもしれませんね。えー、3、4、5、2、3、4、5年生の皆さんはもし必要そうだったら、もう すぐにでもポチッとご購入よろしくお願いします。で、短期受講生募集ですね。えー、もうね、今、繁忙期も過ぎて塾は落ち着いているので、高専在校生の定期試験対策でもいいですし、もう高専受験目指してます。個別指導、オンラインで指導してほしいですっていう方、あ短期です。1ヶ月2ヶ月ぐらいサクッと受講してみたい方、えー、募集していますので、概要欄の応募フォームから、えー、体験授業の申し込みをよろしくお願いいたします。他にも大学編入への過去問配布ですね。こちら、実際の編入試験の過去問を分野別、問題別、科目別にまとめているので、こちらもしアンケートを答えていただいたらプレゼントしてますので、ぜひともチェックのほどよろ 受講してくれてます。めちゃくちゃありがたいです。もう今年度が一番盛り上がりましたかね。申し込みとしてはこれかなりお得な講座になっています。新1年生がもう1年2年ぐらいの内容まで使える、まあ、数学、英語、物理化学、プログラミングの授業を僕がバババババーっと予備校レベルめちゃくちゃ分かりやすく授業しています。定期試験でも使えますし、普段の予習復習にバッチリ使える内容になっていますので、是非ともこちら100万円以上の内容がね。1万円で販売されてますから、是非ともチェックのほどよろしくお願いいたします。新2年生向けの数学の予習講座も開いています。こちら勉強しにくいんですよね。線形代数微分積分、こちらの教科書をまるまるとですね。高専の教科書準拠でまるまると授業してますから。 これも定期試験対策、大学編入対策に、もうとっておきのナイスな講座になってますから、もしですね、定期試験で90点以上と言たいとか、もう平均以上の難しい大学に編入したいと思っている方、こちらの講座でですね、もう皆さんの目標が実現できるような講座になってますから、ぜひともチェックのほどよろしくお願いいたします。かなり人気の講座になってますね。で、こちらですねえ、普段の授業資料とかを全部まとめて配布しているえ取り組みです。これね、アンケート答えていただいたら、そのアクセスできるリンクを皆さんに配布していますので、もしよろしければねえ、トイックスコア跳ね上げたいですとか、普段の定期試験ね、先生分かりにくいから、いい感じのまとめプリント欲しいですっていう方は、こちらね、簡単なアンケートを お願いいたします。あと動画ネタアンケートですね。あの普段ね動画作るのに皆さんの実際在学している方の声ってのはすごいあの助かってます。もしよろしければですねこちらのほど回答いただけると普段の動画制作がすごい楽になりますので、もしよろしければアンケートのほど概要欄からチェックしてえ回答いただけるととても助かります。はいということで他にもですね最後ですこれが高生の推薦受験のあレポートですね。こちら皆さんねあの答えてくださってない人向けなんですけど高生の推薦受験え経験がある方もしよろしければあなたの受験の経験を聞かせていただけないでしょうか。こちらもねあの答えていただいたらかなりですねあの来年再来年受ける中学生にとってすごいためになる動画を発信できるのでもしよろしければ 推薦受験経験の方ご回答のほどよろしくお願いいたします。 先取り学習差別化計画パック僕の何万時間って授業してきたノウハウを全部詰め込んでます。正直、この講座を受けてしまうと、おそらく入学してきた同級生、もしかしたらね、1行への先輩、この人たちを余裕で打ち抜かす。その人たちが何百時間で勉強して手に入れる考え方、ノウハウを一気に手に入れることができます。まあ、当たり前ですよね。僕が何十時間何百時間で迷ったり、きつい思いしたり、これどうやって覚えればいいんだろうこれどうやって考えたら一番しっくりくるんだろうっていうのを仕事や高先生の時、たくさん考えあぐねてますから、それを整理して全部お届けしている。これがこの予習講座なんですね。で、毎年400人以上受けてます。たくさん嬉しい報告をね、受けてます。学年で トップレベルのね。10に取れました。中学校の時には負けてた友達にテストで勝ちました。クラスのみんなね。全員偏差値6。5以上、まあ、それぞれの学校で言うと、まあ、やっぱり100人中で、ね、20番台30番台には入っている。勉強ね。どちらかというと得意だよ。って人たちの集団の中で頑張れました。僕でもそういう報告をね。たくさん受けてます。で、分かりやすいようにね。まあ、いつも通り僕がね丁寧に解説してますし、演習の教材だったり、質問も受け付けて、皆さんが挫折しないようにサポートしています。ちょっとね。今自分の実力で後世に入って大丈夫かなって人。今回の動画を聞いていやーちょっとね。春休み時間があるから、せっかくだしやってみようかなって人は。テストはせっかくの機会なんでね。是非チャレンジして欲しいなって思います。中学まで、ね せっかくいい成績で続いてきたので、高専に入ってもね、ぜひ活躍し続けてほしいですね、皆さんには。皆さんできる子たちだと思うので、だからこそ、高専に行ったらね、なかなかすごいわかりやすい指標ってガクンって減るんですよ。そこでね、勉強挫折してしまったりとか、持っている力を出し切れなくなったりとか、勉強好きだったのに嫌いになってしまってるのを想像したくないんでね、この講座で何十時間、何百時間のショートカットをして、わかる、楽しい、あ、中学校の時のあの勉強って、こういうことだったのかっていうふうに、高専に入ったらね、伏線回収されるようなこともたくさんあるので、ぜひ楽しんで勉強を進めていってほしいなって思います。概要欄にてお申し込み受付中です。皆様のチャレンジお待ちしております